樺島の南側を東に向かい、やってきたのは越生の地と呼ばれる場所。地の方に近いところ、ここも広いですね。ずっと水道があって、そこの一番出口にあるような、磯で、まあ釣り竿としては全面行けるような感じですね。でまあ分けるとして、その一番大きい出っ張りのところの右か左かっていうところで調査をしてみたいと思います。でまずはね、左の立ち位置、今まあこう見た感じ、右か左に若干流れてんのかなっていう感じではあります。で泡も、表面に浮いた泡もね、左にこうスーッとこう伸びてるような感じがするんで、まあ、若干左に動いてんじゃないかなっていうところで、まあ、この左に立ち位置を、塩島ですね、に取って、まあ、釣りをやってみたいと思います。さあエリア変えてどんな感じなんでしょうね。イスズミが、まあ、まだいなければね、餌取りがコッパグルだと可能性あると思うんだけど。で釣り始め仕掛けは、06の P ラインにハリス2号、浮きも円筒浮きですね。まずは近いとこから、やっぱりじわっと左に行ってますね。すごく良さそうな感じはする。餌取り全く見えないです。今当たった、これは当たりでしょ。うわでも持っていかんね。なんか触ってるけど途中で止まった。いい当たりでしたけどね、シューッと浮きが入って50センチぐらい潜って、それから持っていかなかったんで合わせられなかったですけど、まあいい当たりだった。ひょっとしたらあの浮きの大きさを嫌がってんのかもしれない。もう一回試してみましょうね。可能性ありますよね、さっきのとこよりもまだなんかやれる気がする。今度は潮が右に行き出しましたね。なんかフラフラしてんでしょうね、そんな強い潮があるわけじゃなくて、まあ、水道から出ていく潮であったり水道に入っていく潮に影響を受けて変わっていくんじゃないかな、動きが。渡った、結構当たりが出る前に時間かかる。チャンスだと思うんだけどね、悪い感じじゃないけど、これでブレだったらね最高ですけど、持っていかんとね。違うか、当たりあるけど乗らないですね。ブレかな、ブレであってほしい。当たった、なんか当たってるけどね、本当たりというか、あ、かかってた。北枕がいるんすね。でも今まで全然針傷ついてなかったけど、ハリスを細くします。今2号つけてるんですけど、まあ北枕がいるってことはあんましね、そのハリスの重みでドーンとこう早めに沈めていってやると、まあ北枕が興味示してそのつけに反応するんで、極力遅く落としたいということで、まあ1、2号まで一気に落として細くします。針も、今まで太軸の6号を使ってたんですけど、細軸の4号、浮きは変えません。まだまずはね、食わせるそのアプローチ、餌の沈むスピードっていうのを変えてやってどう反応が出るか。それで浮きに当たりは出るけど持っていかないっていう時に浮きを小さくしてやるっていう。ありそうとしてどうなるか、グレが食ってるんであればこれでかかってくれると思うんだけどな。と餌の落ちるスピードに変化をつけてみた田中。当たった、
今のはいい当たりだったのになんでかかんないの。当たりましたね。少し同じとこずっと狙うよりも左右に動かしちゃった方がいいのかもしれないですね。なんだろうね、ちっちゃいグレーなのかな。まあでも最初上がったりするよりも全然やれることがある。ここで仕掛けの投入位置を少し左にずらしてみた。まあ狙う距離は変えてないですけど少し左に、なんだろう、グレじゃなかった、イスズミ。まあでもそんな多くないですよね。今のは投入してすぐ当たった感じでしたけど、そんなに多くない、イスズミは。さあ、いろいろ調査してグレにたどり着きましょう。今度は逆に仕掛けの投入点を右方向へと振った。ハリス、針のサイズダウンに加え投入位置の振り分けでグレとの接点を探る。当たった。よし、おお、グレっぽいぞ。あ、グレグレグレほら、ついに後藤のグレをタモへと収めた。来ました、グレが。でもお腹か、これがね、口太だったらまあこのパターンでいいのかなっていう風に僕思うんですけど、まあお腹って分かんないですよね。口太に比べ再現性が弱いというお腹だが、それでもやはり、いや嬉しい、来ましたね。まあサイズはそんなないですけど、まあ嬉しい一尾ですよ。当たりはあってもなかなかこの合わせるタイミングっていうのが出ない中で、まあ、針数と針を落としてやるとこうやって当たりが出て、まあイスズミが来てオナガが来て、で今2箇所で振ってやってるんですよ。同じ距離で右左っていう感じで、そしたら当たりがどんどん出るようになってはいますね。でこれでまあグレがね、イスズミと交互にでもかかってくれればそれがまあ今日のパターンでしょうし、まあ、そこから、サイズを出したり口太に魚を変えていくっていうね、やり方をやっていくといいと思うんですけど、まあまずは今のパターンで、まあ、グレがちゃんとかかってくれるかですよね。再現できるかっていうのを確かめないといけないですね。で今釣れた魚が口太であればまず間違いないと思います、僕の経験上。お腹だとね、いろいろやっぱしこう、まあ海の状況は不安定なことが多いですね。当たった。おお、やばい。これはグレっぽいよ。うわ、まだ行く。よし、うわ、なんだろうね、まだ見えない。おー、グレグレ、おー、グレ、口太来ました。いや重いね、口太来た、長かったねほら来ました。やった、嬉しい。サイズはねそんなないですけど、いや今日のこの状況でこの一尾はねすごく嬉しいですよ。口太を手にししっかりと再現性を確認した田中。まあ、どうにかグレが
釣れてパターンも見えてきたんで、次はね場所を移動してもう一つの右のエリアでやってみたいと思います。パッと見た感じはねこっちはすごく良さそう。先のところよりもね変化が多い。まず足元のこのさらし、それに当ててくる潮、ね、泡の動きとか見ていただいたら当たってきてるのは分かりますよね。で左に払い出してる。でもっと強いね潮があれば沖にずっと引かれるような流れになるんでしょうけど、まだそんな強い流れではないですね。でさっきのね立ち位置で得られたもの、まあ、際よりも少し離したところでゆっくりとしたアプローチで狙うっていうことをまずはやってみたいと思います。餌に反応出るまでは、まあ、小マセねたくさん巻いたがいいと思います。もうその立ち位置左の時に餌取りの状況とか大体分かってますからね。これがもう青物がねあのアジとかサバとかいっぱいいるような時にはこんな巻いちゃダメですけど、まあ、今日の状況だと刺し餌に反応が出るまでは、まあ、ある程度多めに打っといて、で出したらセーブしてね。あ、当たった。あら、なんか触ってるけど、これグレっぽいね引きが。あ、そう、今のはグレでしょう。絞りに当たって切れました。 1.2 はちょっと細いねあのサイズだと。 1.5 に変えます。これで食えばねいいですか。まあまあ今いろいろね下調べしてますからね、食うんであれば揚げてやればいいし、ハリスを1半に変えました。125から、まあ、サイズもねまあまあ良さそうですし、 1.55 に変えてどうなるか。これで食ってくれるんであればね楽ですけどね。潮がね若干変わった。当ててきてたのがあの沖の沈み瀬っていうんですか、ちょっと頭出してるとこ、あっちの方にね流れるようになった。そんな潮変わりのタイミング、ハリス 1.5 号でも当たった。おおすごい引き、この根がやばいよね。ハリス変えたからちょっと多いんで、おぐれぐれ、ほら、よいしょ。さっきのもっと大きかったと思うけど、 1.5 でも食う。あとはもうコマセと仕掛けの合わせ方、もう完全同調ですね。ゼロ調法的な釣り。やはりそのね結構長めに取ってるんですよ。4m50 ぐらいあるんじゃないですかね。もっと浅いところで食ってると思うけど、まあ、ゆっくりとねアプローチしてやって、グレが食ってるところをこうスルーしてやるような、そういったイメージで釣ってやるとバンバン当たってくる。とこの磯出のパターンを掴んだ田中、 CM の後はエリアと時間を区切ってのトライアルタイム。